会見からわずか9日、ホークスに再入団したデスパイネが昨日1軍に合流。首脳陣の前で NPB 通算184ホーマーの怪力を早速披露。試合前にはファンも待ちわびた親方のただいま。デスパイネもファンの声援に笑顔で応えました。試合は1回、先発の和田がいきなりのピンチ。日本ハムの4番野村に8号スリーランを許し、いきなり3点を先制されると、続く2回、この試合2本目のホームランを浴び、4対0とリードを広げられます。4回、ランナーを2塁に置いた和田、左腕の張りで緊急降板。4回途中でマウンドを後にします。一方の打線は無得点のまま6回、昨日27歳の誕生日を迎えた栗原。自らの誕生日を祝うバースデーアーチ、2点を返します。さらにホークスファンから熱烈な声援が送られる中、一軍登録されたばかりのデスパイネ、いきなりヒットとはならずも元気な様子を本拠地で見せてくれました。しかし投手陣が日本ハム打線の勢いを止められず、連勝は5でストップです。